それでは来週の秀美さんは次郎です。ペットボトルの飲み物が世の中にあると聞きましたが、ペットボトル、ペットが会えるための場所に飲み物を入れたらかわいそうじゃないですか。呼吸はできるんですか。温度は適切なんですか。心配です。さて来週の秀美さんは、子供に出された謎々がわからなすぎて痩せる。自分のおならの音が秀美に聞こえて、はいと返事をしてしまう。コンビニでお箸くださいって言ったら、おいくつですかの問いに、今年で41ですと答えてしまうの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけんぽん。